この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、UEFA チャンピオンズリーググループリーグ D の第4節、レアルソシエダとポルトガルの名門、ベンフィカとの試合が現地時間8日に行われ、3-1 でホームチームが勝利した。ソシエダのエースで、日本代表ミッドフィルダーの久保建英は先発し、70分までプレー。ゴールこそなかったが、2得点に絡む活躍を見せており、相手から徹底的にマークをされながらも違いを見せつけてチームの勝利に大きく貢献した。この結果4試合で勝ち点10としたインテルとソシエダのベスト16入りが決定。ソシエダにとっては、シャビ・アロンソやニハト・カフベジ、ダルコ・コバチェビッチらを擁した03-04シーズン以来となる20年ぶりの快挙となった。この試合でも躍動して見せた久保の活躍には海外メディアからも称賛の声が多く飛んでおり、敗北したベンフィカのシュミット監督も久保を警戒しすぎたことが裏目になったと嘆いていた。久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地11月8日に開催されたチャンピオンズリーグのグループステージ第4節で、ポルトガル王者のベンフィカとホームで対戦。開始21分まで3ゴールを奪う怒涛の攻撃を披露し、3-1で快勝を収めた。いつも通り 4-3-3 の右ウイングで先発した久保は、文字通り躍動。6分には右サイドでなんと3人を引きつけてアンデル・バレネチェアへパスを出し、ミケル・メリーノがヘッドで奪った先制点の起点となる。2対0で迎えた21分にも、右サイドからドリブルで切れ込んで、中央のメリーノへパス。スペイン代表ミッドフィルダーが展開したボールを受けたバレネチェアが3点目を奪い、またゴールに関与した。スペイン大手紙、ムンド・デポルティーボは、2ゴールを演出した日本代表ミッドフィルダーを抑えられないと激賞している。守備側にとっては悪夢。典型的な一級品だった。彼はウイングの位置で張り付いて何度もボールを受け、内側への動きや1対0とした時のバレネチェアへの引きつけたパスのように、才能のあるフィルターを通すパスで危険を生み出すことに成功した。足裏に貼られたレザーが特徴でトップスピードを逃さない。久保らしいテクニックを存分に見せつけた。フル出場で得点も挙げ、この試合のプレイヤーオブザマッチに選出されたオヤルサバルは試合後、とても素晴らしい夜になった。特に前半は非常に高いレベルでプレーすることができた。僕たちもファンたちもダイナミックな状態にあり、みんな幸せだよ。と喜びを爆発させながら、次のように続けた。自分のやっていることがチームに役立つのが分かると、嬉しくなるね。前線にいる選手たちはゴールを決めたいと思うし、それが僕たちの仕事の目的でもある。うまくいかないことも時々あるが、そこにいて戦い続けなければならないし、チームを助けるために自分ができることをしなければならない。UEFA.com によると、試合後にベンフィカを率いるロジャー・シュミット監督は呆然とした様子だった。僕らは十分ではなかった。ソシエダは私たちよりも強いことを示したからだ。この試合はハーフタイムまでにほぼ決着がついていた。私はこの内容にがっかりしている。完敗だ。と負けたことを全面的に認めるコメントを発表。ソシエダは前半とても素晴らしい連携を見せていたと思う。私たちは久保のことを非常に警戒して、彼がボールを持てば3人マークをつけていたが、それが失敗だった。3点も許してしまったのはその作戦を逆手に取られたからだ。と、ソシエダのエース久保建英のことを注意しすぎたことが大量失点につながったと分析。その上で、このチームはチャンピオンズリーグの試合に出場して勝てる準備ができていない。後半は得点を決めることができたが、それでもソシエダの選手は慌てることなく、リラックスしている様子ですらあった。つまり私たちが得点を決めても勝利することはありえなかったのだ。と後半開始早々に1点を返したものの、形勢を逆転できなかったことを嘆いた。またインテルとの試合で負傷してからこの試合が復帰戦となったアルゼンチン代表ミッドフィルダーのアンヘル・ディマリアも試合後のインタビューに応じ、今回の試合内容について、とてもショックを受けている。僕たちが本来見せるべきパフォーマンスではなかった。チャンピオンズリーグの大事な試合で最悪な結果を残してしまったことにファンに申し訳ない、とコメント。
ソシエダの強さについて問われると、ソシエダは序盤から非常にアグレッシブだった。厳しい戦いになることは想像していたが、特に前半は私たちの想像を上回っていた。僕たちは竹久保のことを何よりも警戒していた。彼はラリーガで最もインパクトを残している選手の一人。彼を抑えればカウンターでチャンスを作れると考えていたが、それがうまくいかなかった。次の試合で僕たちはサポーターの信頼を取り戻さなければいけない、と下をうつむいたままコメントを残した。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょう。前半はとても調子良さそうで、いつもの圧巻のプレーを見せてくれましたが、スリップでチャンスをものにできなかったり、背後からのプレスでロストしたりと、徐々にリズムを崩された印象。バレネチェアよりも先に交代されるのは珍しいことなので、イマノル監督も久保をよく見ていたと思う。ラデアルの失点シーンですが、味方が密集していたのでボールを奪えるタイミングを見越して久保は前線に動き出したが、運悪くベンフィカがボールを収め失点してしまった。この試合の久保は得点に意欲的で、オフザボールも良かったし、フリーの状態も作れていた。ただ不運が重なり、自身はとてもストレスだったと思う。正直久保のゴールがないと物足りない。ただ起点にもいろいろあるが、久保の場合は間違いなく相手のギャップを久保の段階で作り出してるし、たまたまアシストの前というわけではない。そんな役回りに思えてファンとしてもやっとするけどね。ベンフィカは完全に前回対戦で久保にトラウマ植え付けられてたな。久保対策に躍起になった結果、逆サイドがら空きというリーガでもよく見るパターンに陥っていた。 B 決めなしに今の久保はすごい。久保は思い通りのプレーができていたわけじゃないと感じましたが、それでも起点を作れるのは本当にすごいこと。数字がないと軽く見る人がいますが、起点がないとアシストもゴールもない。オヤルサバルが味方のゴールを誰よりも早く喜ぶところが好きなんだよな。今シーズンは本職ではないセンターフォワードに入ることが多いけど、どんどん結果が出てきているし、戦術理解度の高さを証明していますね。オヤルサバルは今後何十年も語られるソシエダのレジェンドだな。ユース出身だし愛されてる。久保はその脇で躍動してたスーパーな日本人がいたなーって思い出されるだろう。およそ20期ぶりのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出を決めてみせたレアルソシエダ。その偉業に貢献した久保選手はこの日も素晴らしい活躍を見せてくれました。本人自身は得点に関与したかったと思いますが、結果的には久保選手の存在がソシエダの勝利に貢献することにつながったことは間違いありません。今日の試合は不運も重なって本来のポテンシャルを発揮できないままでしたが、それでもチームにとっての悲願に貢献したのは今後に向けて非常に大きな活躍だったと思います。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。